133期中曽留佳選手です。今節いかがですか？昨日昨日3着取れそうだったんですけれども、道中の走りがまだまだできていなくて抜かれてしまったので、今節中に船系に絡めるように、また水準差上げられるように頑張りたいです。ピットの丘の動き見てると、すごくきちんとした佇まいで筋向いてキビキビ動いてるんですけど、はい、前職のお仕事がやっぱり生きてるんですか、それともご両親のご協力が、はい、良かったんですかね。どちらともだと思うんですけど、小さい頃からやっぱり姿勢とかは言われてたのと、あとクラシックバレエを小学校の時にもやっていたので、それもあるかなと思います。そうですね、小学校1年生の終わりから5年生ぐらいまでやってました。すごい本当に背筋がピンとしてね。ありがとうございます。いわゆる選手になったきっかけっていうのも、やっぱりそのご両親というかお父様の影響って。そうですね、はい、父から勧められたのが一番の理由なんですけど、やっぱり前職の旅館で毎日なんかもうちょっとやりがい刺激が欲しいというふうに思って、で父からずっとボートレーサーになってみればって言っていただいてたので、挑戦するなら今だと思って挑戦しました。やっぱりボートの方が、自分あんまり運動してこなかったので、中学の時にテニスやったきりだったので、やっぱり未経験からでもボートレーサーはなれるというふうに宣伝でもよく聞くので、自分に合った方を父は勧めてくれたのかなって思ってます。はい、お父様からは何か言われてたりします？ボートレーサーになってからっていうのは。なってからはやっぱり人としてのあり方を教えていただいてます。特にやっぱ練習することの、努力することの大切さを教えていただいてます。いいですね、ちょっとお父様らしいというか。そうですね、はい、私すごく気になったんですけど、いわゆる、まあ、同じ公営競技、まあ、競輪選手もお父様を持つご家庭ということなんですけど、はい、お友達とかと話してみて、ここなんか他のお家となんかうち違うなっていうのがありました？あんまりなかった。あまり考えたことなかったんですけど、やっぱり両親と姉がいるんですけど、すごくいい家庭に生まれてこれたので、来世もこの家庭に生まれたいと思います。お父さん見てるかな旅館でっていうのは、中井さんっていうことなんですか？そうですね、はい、フロントの受付スタッフと、あとお食事どころでご飯の提供もしてました。で先ほどもすごい、ね、笑顔でご対応いただいて、はい、すごい可愛い笑顔で、ね、今節たくさんね、多分この動画見ていただけると思うので、はいはい、ぜひ、ね、覚えていただければと思います。はい、船系に絡めるように、そして水準差上げられるように頑張るので、応援よろしくお願いいたします。東京支部の中曽留佳選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。